ヘンリー・クリントンは、イギリスの軍人、政治家、バスクン賞受賞者である。クリントンを有名にしたのは、アメリカ独立戦争中に、イギリス軍の北、アメリカ総司令官を務めたことである。1775年5月に初めてボストンに到着し、1778年から1782年には、北アメリカのイギリス総司令官を務めた。その軍歴に加え、 第二代入荷する公爵ヘンリー・ペラム・クリントンの影響力もあって会議員を長年務めた。晩年にジブラルタル総督に任命されたが着任前に死亡した。クリントンはその血統を1066年にまで遡ることができ、王室に長く仕えた歴史を持つ後期の家に生まれた。父は海軍大将であり、二人の息子も 大将と中将になった軍人の家系である。クリントンはおそらく1730年にジョージ・クリントン提徳とアンカールの息子として生まれた。母アンは将軍の娘だった。昔の歴史書では少年を1738年にしており、現代の伝記でもそのように記されている。伝記作者のウィリアム・コックスによれば1958年に見つかった。 記録簿で1730年の生まれと主張しており、イングランドの貴族記録では誕生日を4月16日としている。ウィルコックスは、また、これらの記録のどれも、クリントンの誕生地を示す記事がないとも述べている。歴史家のジョン・フレデリクソンはクリントンがニューファンドランドで生まれたと主張している。クリントンの父は1732年から1738年まで、そこに駐屯していた。 クリントンの幼年時代についてはあまり知られていない。またその母や成人になるまで成長した二人の姉妹についてもあまり知られていない。父が海軍の軍人だったので、その家族がどこに住んだかも不明である。父がその血筋を継いでいたリンカーン伯爵家や婚姻で親戚になっていた入荷する公爵家とも、明確な関係づけがわかっていない。 1739年に当時ジブラルタルで勤務していた父がニューヨーク植民地総督の職を求めた。父は入ッする公爵の支援で1741年にその職を獲得した。入ッする公爵は父の兄弟の義兄弟だった。しかし実際にニューヨークに赴任したのは1743年になってからだった。父は12歳のヘンリー・クリントンを伴って ニューヨークに赴き、ヘンリーに、注意の人間を購入しようとしたできなかった。ヘンリーの軍歴も入荷する公爵との関係で、恩恵を受けることになった。ニューヨークにおける家族の生活についても記録があまり、ない。ロングアイランドのサミュエル・シー・ベリーの下で勉強したと、記されており、このことはその家族が、ニューヨーク市の郊外に住んでいた可能性を示唆している。 クリントンの最初の軍歴は1745年にニューヨークの独立中隊に入ったことだった。翌年、父が大意の任官を購入してクリントンに与えたので、この頃獲得したばかりだったルイブール要塞の守備隊任務に就いた。クリントンは軍歴を上げるために1749年にイギリスに渡った。コールドストリームガーズで大意の任官を受けたのがその2年後だった。 クリントンの父は、ニューヨーク総督の任期が終わった時に、ロンドンに帰った後の1756年に、クリントンのために、ジョン・リゴニエ教の副官職を購入した。クリントンは1758年までに第一不評、このエレン隊、後のグレナディアガーズの中佐に昇進した。当時は7年戦争が進行中だったが、クリントンが前線に招集されたのは1760年に、 なってからだった。この年クリントンは、ヨーロッパに渡り、ブラウンシュバイクのフェルディナント校の下で、コルバッハとクロスターカンプの戦いに参戦した。フライベルクの戦いで重傷を負ったが、その勇敢さで広く大衆の注目を集めた。フェルディナント校の副官として、頭角を表し、フェルディナント校とは長く続く友情を培った。百六十二年夏には大佐に昇進した。 1766年には第12不評連隊の連隊長となった。ヘンリー・クリントンの肖像が1777年ジョン・スマートがこの初期の時代にクリントンは多くの友人や知域を得た。その大半はブラウン・シュバイクの宿営地で仕えていた他の士官だった。その中にはチャールズ・リーやスターリング卿を自称していたウィリアム・アレクサンダーがいた。この二人は後に来た。 アメリカでクリントンの敵として戦った。ジョン・ジャービスやウィリアム・フィリップスとは長く続き熱い友情を交わした。フィリップスは後に、北、アメリカでクリントンの下で働き、ジャービスはイギリス海軍の元帥にまでなった。またチャールズ・コーンウォリスともちきになり、コーンウォリスも北、アメリカでクリントンの下に仕えることになった。 クリントンが陸軍と共に従軍していた1761年に父が死んだ。クリントンは新しい課長になり、父の残したものを処理する必要が生じた。父はかなりの負債と滞納金を残していた。父の未払い給与に関して、商務省との闘争が数年間続き、植民地の土地を売却する試みも成果を生まなかった。これらの土地は、 アメリカ独立戦争の間に没収され、クリントンの相続人であってもそのいかなる形の保証をも得ることはできなかった。クリントンの母は精神的に不安定な状態が続き、クリントンの人生にもあまり関わることがなかったが、1767年8月に死んだ。1767年2月12日、クリントンは地主階級の娘、ハリエット・カーターと結婚し、 サリーに新居を構えた。この結婚は急いで行われたという証拠があり、結婚から6ヶ月後に息子のフレデリックが生まれたという記録がある。妻のハリエットは1772年に死に、その2年後の1774年には息子のフレデリックが病気で死んだ。クリントンはその結婚について記録を残していないが幸福なものだった可能性が強い。夫妻には フレデリック、オーガスタ、ウィリアム・ヘンリー、ヘンリー・ジュニア及びハリエットという5人の子供が生まれた。妻は娘のハリエットを産んだ8日後の1772年8月29日に死んだ。その悲しみからクリントンが回復するまでに1年間以上を要した。クリントンは義理の両親を引き取り、妻の妹がクリントンの子供たちの面倒を見た。 後演者のニューカッスルが死ぬと、その息子で、後継者である、ヘンリー・ペルハムイコール・クリントンが、クリントンの後継者となった。先代は、クリントンの軍歴昇進に熱心だったが、新校爵は、注意深さや政治への関心がなく、クリントンには逆風になった。クリントンは、若い公爵を尊敬されるべき貴族としてよりも、対等なものとして扱ったので、 その関係を複雑なものにもした。もう一人の講演者として、国王ジョージ三世紀の弟グロスター公ウィリアム・ヘンリーがいた。クリントンは1764年に、ウィリアム・ヘンリーの自重官に指名され、この職を長く務めた。しかし、グロスター公の資料の足りなさで王室から阻害された、ために、クリントンの有効な講演者たり言えなかった。1769年、 クリントンの連隊はジブラルタルチュートンとなり、クリントンは指揮官エドワード・コーン・ウォリスの副司令となった。この時期入荷する校が守備隊に勤務している公の息子の世話をするよう求めた。その息子は公の表現では怠惰で怠け者で卑劣な行為をしており、実際に扱いにくいものだったが、クリントンは父の公爵を説得してその息子を フランスの学校に入学させた。クリントン1772年に少々となり、同じ年に入荷する校のつてで、イギリス議会会員の席を手に入れた。最初は、ボロブリッジの後にニューアークオントレント選出の大議員として、1784年まで務めた。1774年4月、クリントンはバルカン半島で、ロシア軍の軍事視察に行った。 友人である、ロシア陸軍の将軍ヘンリー・ロイドと共に、ロト戦争の戦場をいくつか視察し、ウィーンでは神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世に拝越した。クリントンは、砲兵隊の砲撃を見る機会が得られそうだったが、和平会談が始まったために延期された。クリントンは、トルコの交渉人に紹介され、そのものについて、ちょっと見ただけだったが、文民そのものだったと記している。 クリントンは1774年10月にイングランドに戻り、1775年2月には国王ジョージ3世から北アメリカでの任務に備えるよう命令された。クリントンはウィリアム・ハウ及びジョン・バーゴイン各少将と共に、ボストンのトマス・ゲージ将軍の位置づけを強化するための援軍と共に北アメリカに派遣された。1775年5月25日に、 ボストンに到着したが、その途上でアメリカ独立戦争が勃発し、ボストン氏が包囲されていることを知った。ゲイジはクリントン、ハウ、及びバーゴインと共にこの包囲を破る作戦を協議した。クリントンはボストンを取り囲む、まだ占領されていない高地を要塞化する作戦を主張し、6月18日にはそれらの地点を占領する作戦が立てられた。しかし、 植民知人がその作戦を知ることになり、6月16日から17日にかけての夜にチャールズタウン半島の高地を要塞化したので、イギリス軍指導部はその戦略を練り直す必要性が生じた。ジョン・トランブル描くバンカーヒルの戦いにおける、ウォーレン将軍の戦士、クリントンは背景中央におり、無謀で刀を持っている6月17日早朝の作戦会議で、 将軍たちは植民地軍の砦を直接襲撃することを必要とする作戦を立て、ゲイジはハウにその葬式権を渡した。ことは緊急を要するように感じられたが攻撃が始まったのは午後になってからだった。クリントンはハウが要請した時に予備軍を送る役割を当てられた。二度の襲撃が失敗した後、クリントンは ゲージ将軍からの命令に反して、チャールズタウンに渡り、上陸地点周辺をうろついている、負傷兵や、意気消沈した兵士をまとめ上げた。ブリーズヒルに置かれた、法警報に対する三度目の攻撃が成功し、その法警報を占領した直後に、これらの部隊が到着し、植民地兵をバンカーヒルまで追った。このバンカーヒルの戦いは、イギリス軍の勝利になったが、千名以上の損失を、 こうむった上になされたものだった。クリントンが高価な勝利だ。もう一度やれば我々が破滅すると記したことは有名である。1775年の後半、この包囲戦は手詰まり以外の何者でもなくなり、両軍は互いに効果的な攻撃をかけたいとは思わず、またかけることもできなかった。9月にゲージが本国に呼び戻された後はハウが全軍の指揮を取った。 ハウはクリントンにチャールズタウンの指揮を任せたが、クリントンはボストンで多くの時を過ごした。クリントンはジョン・ハンコックの家を占領し、その手入れを基調面に行った。メアリー・バッドリーという家政婦を雇ったが、その夫は士官への昇進を拒んだために降格されたものだったと言われている。クリントンは夫のトマス・バッドリーも大工として雇った。メアリーとの関係は、 終生続くことになったが、ボストンに行った当時はプラトニックなものだったとされている。南部植民地への遠征作戦を立てた時に、ハウとの関係に歪みが生じ始めた。クリントンは南部遠征の指揮官に指名された。クリントンはハウに遠征に連れて行く指揮官の名前を挙げて、求め、独立した指揮官が通常持たされるような権限を要求したが、ハウはそれらの要求をべて拒絶した。 1776年1月、クリントンは小さな艦隊と1500名の兵士と共に南部に向けて出港し、カロライナ植民地における軍事的な可能性を探ることにした。その留守中にクリントンが恐れていたことが起こった。3月にドーチェスターコーチが植民地軍によって占領、要塞化されて脅威となったので、イギリス軍はボストンを明け渡し、 ノバスコシアのハリファックスまで交代することになった。クリントンのカロライナ遠征では2月にこの作戦のためにヨーロッパから送られた援軍と落ち合うことが予定されていた。その部隊は閉館と天候のために到着が遅延し、ノースカロライナの海岸沖に到着したのは5月になってからだった。この部隊にはクリントンの副指揮官となるチャールズ・コーンウォリス将軍と海軍の ピーター・パーカー提督が入っていた。彼らは、ノースカロライナが作戦を行うには、良い基地にならないと判断し、まだ防御工事が完成していないという報告があった、サウスカロライナのチャールストンを襲撃することに決めた。6月下旬に始めたサリバン島の攻撃は、屈辱的な失敗になった。クリントンの部隊は、植民地軍が主たる、防御陣地にしているサリバン島に近い島に上陸した。 その二つの島の間の海峡は、干潮時に歩いて渡れるものを考えていた。実際には、その都市が不可能であり、攻撃は海軍による砲撃のみになった。サリバン島の砦では、多孔室のパルメットヤシの木材を使って建設されており、砲弾の威力を吸収して、酒も荒れもしなかったので、艦砲射撃も無効だった。ウィリアム・ハウ将軍は1776年の、 作戦展開時にクリントンを嫌うようになったクリントンとパーカーの戦隊はハウ将軍の主力艦隊と合流し8月のニューヨーク攻撃に加わった。クリントンは次々と攻撃のアイデアを出してハウに提案をしたが総司令官のハウはこれを不満に思うようになった。それでもクリントンがブルックリンにいるジョージ・ワシントンの陣地を攻撃する作戦を提案するとハウはこれを採用した。 8月27日のロングアイランドの戦いでは、クリントンが提案した作戦に従って、ハウとクリントンが指揮したイギリス軍が、大陸軍前衛の側面を突き、ブルックリンハイツの取り出にまで押し返すことに成功した。しかしクリントンが、その勝利の予勢を買って残豪に入った、大陸軍を攻撃することを進めた時にはハウが、拒否した。ハウは、敵の勢力に関する情報がないことと、 自軍の損失を最小にしておきたいと考えたからだった。ハウは大陸軍陣地の方位を選び、大陸軍は8月29日に損失も出さずに砦を脱出した。ハウはこの戦勝でナイトに上された。ハウはその後ニューヨーク市の支配に動き、マンハッタンのキップスワンに上陸したが、これをクリントンが再度指揮した。クリントンは ワシントン軍を孤立させる動きを提案したが、ハウはこれを拒絶した。10月、ワシントン軍をハドソン側とブロンクス側の間に閉じ込めることを目指して、クリントンはウェストチェスター軍の岸に軍を進めた。しかし、クリントン軍が到着する以前に、ワシントン軍がホワイトプレーンズに到着していた。そこでの短時間の戦闘後、ワシントン軍は北に交代し、 一方、ハウは南に向かって、マンハッタンの支配を確実なものにした。この時点までに、ハウとクリントンの関係は、ほとんど完全に壊れていた。これはクリントンが常に批判と提案を行い続け、ハウが軍の進軍経路を少しでも変えることを認めようとしなかったことでさらに、こじれた。11月にハウはクリントンに6000名の兵士をつけて、ロードアイランドのニューポートを占領させる。 遠征の準備を始めるよう命じた。そこはイギリス海軍の港として必要だった。ハウがコーンボリスをワシントン軍追撃のためにニュージャージーに派遣したとき、クリントンはニューポートを占領するよりもニュージャージーに部隊を上陸させてワシントン軍を包囲すべきだと提案した。ハウはこの忠告を拒絶し、クリントンは12月初旬にニューポートに渡り、 抵抗もほとんどないままに、そこを占領した。ヘンリー・クリントン1777年1月、クリントンは休暇を与えられて、イングランドに戻った。1777年の行動シーズンに向けた、作戦には、フィラデルフィアに対するものと、モントリオールから、シャンプレーン湖を経由して、オールバニに至り、ニューイングランド植民地を二つに分けてしまうという二つの、作戦があった。 ハウ将軍がフィラデルフィア方面作戦の指揮を取ることになるので、クリントンはバーゴインと共に北の方面作戦指揮官職を争うことになった。ハウはクリントンを支持したが、バーゴインが国王ジョージ3世とジョージジャーメイン教を説得して、その指揮を認めさせた。国王はクリントンの辞任要請を拒否し、ニューヨークに戻って再びハウの副司令官として務めるよう命じた。 クリントンはナイトに除せられてなだめられたが、チャールストンでの悲惨な結末を公表することは禁じられた。4月11日に正式にバス勲章ン賞を授けられ、4月29日にニューヨークに向けて旅立った。7月にクリントンがニューヨークに到着した時、ハウはまだフィラデルフィアに向けて出港していなかった。クリントンは自身が7000名の兵士と共に、 ニューヨークに残されることを知って驚愕し、動揺した。それらの兵士は、ロイヤリスト民兵が大半であり、他には、ドイツ人傭兵で、ニューヨークを守るという任務には、不適切と考えた。また、ハウの作戦における欠陥を、はっきりと、ハウに告げた。その作戦では、バーゴイン軍が、ハウによってもクリントンによっても適切な支援を得られる。 チャンスがなく孤立させてしまうと考えられた。クリントンはワシントン軍の大半がニューヨーク地域を離れたことを知った後にバーゴインにとって重荷になることを恐れる。この作戦で戦争を終わらせることができなければイギリスによるアメリカ支配が終わることになると予言すると前もって記していた。バーゴインのサラトガ方面作戦は悲惨な結末になった。バーゴイン軍の進行は サラトガで停止させられ、その後すぐに包囲された。クリントンはバーゴイン軍を支援しようとしたが、ヨーロッパからの援軍到着が遅れたためにその動きが遅れた。10月初旬、クリントンはハドソン川沿岸高地にあるクリントントリデとモントゴメリートリデの2つを占領し、さらにオールバニに向けて部隊を派遣した。しかしこの動きはあまりに小規模で、かつ遅すぎた。 さらにハウから援軍を要請する命令を受けたために中断された。ハウのフィラデルフィア方面作戦は成功したが、ジャーマンタウンの戦いでは敗北を喫する寸前まで行っていた。クリントンはニューヨーク地域の指揮官としてある程度の強和をもする必要があった。その費用にはイライラさせられながらも遂行していた。この時バットリー夫妻が加わった。 メアリー・バッドリーが家政婦としての役割を行い、その優れた管理術のゆえにクリントンは喜んでいた。メアリーはその夫が彼女を騙していることがわかるまで、クリントンのロマンティックな提案を拒絶していた。クリントンはその夫のために、ロイヤリスト連帯における役職を購入し、ニューヨークから転出させようとしたが失敗した。ハウ将が1777年の作戦遂行後に、 北、アメリカ総司令官の辞表を提出し、クリントンはその公認候補の筆頭になった。クリントンは多くの苦情や辞任要請を出していたために、フレデリック・ノース首相から信頼されていなかったが、1778年2月4日に正式に総司令官に任命された。この知らせは4月まで届かず、クリントンは5月にフィラデルフィアで総司令官を引き継いだ。 この時までにフランスがアメリカ側で正式に参戦していた。その後クリントンはフィラデルフィアからの撤退を命じられ、5000名の兵を経済的に重要なカリブ海に派遣することを命じられた。この戦争の残り期間、戦役が地球規模に拡大した結果として、クリントンはほとんど援軍を得られなかった。クリントンの受けた命令は、 イギリスの支配下に入っている北アメリカの地域を強固にすることであり、アメリカ側が支配している地域に襲撃隊を送る以上のことはしなかった。フィラデルフィアから逃亡するロイヤリストをすべて輸送できる船がなかったので、クリントンは命令に反して海上ではなく陸路軍をニューヨークまで動かすことにした。クリントンはこの航軍を一両の荷車も失うことなくうまくやり遂げた。 6月28日のモンマス・コートハウスでの戦いでも、ワシントン軍との引き分けに持ち込んだ。クリントンは、モンマスでのワシントン軍勢力を過大に報告し、自軍の被害を過小に報告したので、本国での評判を上げた。ニューヨークに到着すると、クリントンと海軍のハウテイトクは、ニューヨーク郊外に現れたフランス艦隊という、問題に直面した。しかし、 フランス海軍のデスタイン提督は港には入らず、ニューポートに向かった。クリントンはその行き先を察知すると、ニューポート守備隊の補強に部隊を動かし、ハウ提督はフランス艦隊の後を追った。両艦隊は嵐のために散り散りとなり、ニューポートを襲った。大陸軍はクリントン軍が到着する前に失敗した。クリントンは近くの集落襲撃のために支援部隊を送り、 自身はニューヨークに戻って南部に派遣する部隊の編成にかかった。東西フロリダを強化するために派遣した部隊がジョージアを襲った。この部隊は12月にサバンナを占領し、1779年1月にはオーガスタで脆弱で最後は短期間に終わった地盤を築いた。クリントンは西インド諸島のセントルシアを占領する作戦のためにも部隊を派遣した。 その遠征は成功し、フランス軍を降伏させた。それは、フランス艦隊が到着する前のことだった。クリントンは、フィラデルフィアとニューヨークにいた1778年に、カーライル和平委員会のメンバーであるウィリアム・イーデンと、良好な関係を築いた。この委員会は、カーライル伯爵が率いており、アメリカの大陸会議と和解する試みを行ったが、結局は失敗した。 成果は上がらなかったが、イーデンとクリントンの関係は良好であり、イーデンはクリントンの報告書がイングランドで好意的に受け取られるよう動くことを約束した。ヘンリー・クリントン、1770年から1780年の間に出版された、肖像が1778年の作戦シーズンが終わると、クリントンは1779年の作戦について選択肢を検討した。 イギリスはフロンティアに引きこもることで最もうまくいくと考え、それは母国の世論でありまた国王やジャーメイン教の考えでもあったが違うように動いた。ジャーメインは襲撃隊が指揮と人間性を持ってアメリカの商業と私弱性を破壊するために行使されるべきと考えた。この戦略をクリントンは嫌った。クリントンとワシントンは 軍事的にニューヨーク市の戦線を挟んで睨み合うこと以外はしなかった。クリントンはコネチカットに対するものとチェサピーク湾に対するものの2回大きな襲撃遠征を命じた。ワシントンは主にケベック植民地で増加するフロンティアでの戦争に対処するために部隊を派遣した。1779年はじめ、クリントンはその信頼できる副艦乱ン,ンドラモンドを イングランドに派遣し、クリントンの要請を再検討してもらおうとした。ドラモンドはこの目的を達しなかった。入滑する公爵の仲介もあったが、国王はクリントンに休暇を認めることすら拒否し、クリントンは現時点でアメリカを救える唯一の男だと言った。ウィリアム・イーデンもクリントンの状況を改善するために干渉してくれたが、 政府における政治的な分裂とスペインが参戦しそうだという見込みのためにクリントンにはほとんど支援が得られなかった。クリントンはジェームズ・ガンビア提督から海軍の支援がないことも不平を漏らした。ガンビアとの関係もうまくいっていなかった。クリントンはロンドンに共に働いてくれると考える提督のリストを送ったがその誰も選ばれずガンビアが一時的に ジョージ・コリアと交代し、その後は、高級的な後継者のマリオット・アーバスノットが到着した。クリントンは、チェサピーク湾を襲撃させた後、ハドソン側の重要な特点である、ストーニーポイントからアメリカ人を追い出した。クリントンは、ヨーロッパからの期待している援軍が来れば、ウェストポイントあるいはその補給船を攻撃し、ワシントンに戦闘を強いるかあるいはウェストポイントを、 放棄させることができると考えた。しかし、アーバスノット帝徳を含め援軍の到着は遅れ、クリントンがコネチカット襲撃のためにストーニーポイントの守備隊を減らすと、そこは大陸軍に取り返された。大陸軍はストーニーポイントを保持し続けようとはせず放棄したので、クリントン軍がそこを再占領した。しかし、クリントンの敵対者はこの大陸軍の成功を批判の 材料に使い、クリントンのことを決断力がないとか、意思薄弱とか言った。ニュージャージーのイギリス軍前新基地に対する同様な戦闘の件でさらに批判材料を与え、イギリス軍の指揮を落とした。イギリス軍が新たに設立したペノブスコット安全新基地を排除するために、大陸軍が起こした遠征に対して海軍戦隊を派遣する必要性が生じたために、 ニューヨークでのそれ以上の行動ができなくなった。クリントンのアーバスノット提督との関係は初めから悪かった。フランス艦隊が北部の港に向かったという噂があり、このことで指揮官層を異なる方向に向かわせ、ニューヨーク守備隊を強化するために少なくとも一度ニューポートから撤退しようという作戦は延期された。しかし、フランス艦隊は大陸軍の支援によって、 サバンナの方位に向かい、その中で悲惨な失敗を犯した。このことでクリントンは、サウスカロライナに対する遠征が有望だと考えた。そこでは、ロイヤリストの支援が強力だと言われており、住民は政府に反対することにあぐんでいて、その港をイギリス軍が封鎖したことにも困っていると言われていた。クリントンは、チャールストンを占領するための遠征軍を集結させ、はじめ、そのために、 ニューポートの部隊を撤退させた。クリントン自らがこの作戦を指揮し、1万4000名の軍隊はその年暮れにニューヨークから南に向けて出航した。1780年初期までにクリントンはチャールストン氏を包囲させた。5月までアーバス・ノット・提督と共同作戦を行った結果、チャールストン氏とその5000名の守備隊を降伏に追い込んだ。 大陸軍にとってはこれまでにない大きな敗北になった。アーバス・ノット・提督とクリントンは包囲戦の間も関係がしっくりせず、その反目は1781年に入っても、続いてイギリス軍交換の間の一体感について有害な結果になった。クリントンとチャールズ・コーンウォリスとの関係もさらに悪化し、クリントンがチャールストンの指揮をコーンウォリスに任せてニューヨークに戻ると、 二人はほとんど口を聞かなくなった。クリントンはニューヨークから南部の方面作戦の監視を続けた。クリントンとコーンウォリスの間に交わされた書簡からは、クリントンの南部方面軍に対する関心の強さがわかる。しかし、南部方面作戦が進展するにつれて、クリントンは彼の部下から有利していった。方面作戦の終わり頃は、 往復書簡の中身が辛辣なものに変わっていった。このことはジョージ・ジャーメインのせいでもある。ジャーメインはコーンウォリスに書簡を送り、上官の命令を無視し、コーンウォリス自身が独立した指揮官と考えるように仕向けた可能性がある。ヨークタウンでコーンウォリスが降伏し、北、アメリカにおける戦闘が事実上終わった後の1782年。 クリントンは北アメリカイギリス軍総司令官の職を解任され、外カアルトン卿が継いだ。クリントンはイングランドに戻った。1783年、クリントンは北アメリカにおける1781年作戦の序述を出版し、その敗北の責任をコーンウォリス将軍に返せようとした。これにはコーンウォリスによる反論があり、自身に対する批判をクリントンに向けた。 クリントンはイギリス議会の議員職任務を再開し1784年まで務めた。この1784年から議員に再選された1790年までのクリントンについて多くは知られていない。その議席はローンセストンといういとこの入閣する公爵が支配する統制選挙区からの選出だった。それから三年後の百九十三年十月。 クリントンは大将に昇進した。翌年7月にジブラルタル総督に指名されたが、着任する前にロンドンのポートランドプレイスで死亡した。クリントンは4年の間アメリカ大陸で指揮を取り、惨敗という結果に終わった。その結果、敗北の責任を有する者の一人として見られている。電気作者のウィリアム・ウィルコックスは来た、アメリカにおけるクリントンの任務を分析して、 クリントンのアイディアは、ある程度彼自身の中に置かれていたという理由で、実行されなかった。彼とグレーブステイトクは1781年における、ドグラスの危険を明らかに無視したと述べている。クリントンに仕えたジェームズ・ウェミス・少佐が次のように書いている。クリントンは、ドイツ流の栄誉あるまた尊敬すべき士官である。プロイセンのフェルディナント公やブランズウィック公に仕えた。 お世辞を言っても始まらないが、軍事ではなくあらゆる事業に対する強い嫌悪感から、しばしば副官やお気に入りのものによって誤った方向に導かれるものでもある。しかしまた、クリントンの興味は狭く、自己不信によってつまずくことになったとも指摘している。辛辣なチャールズ・スチュアート大佐は、馬軍の指揮もできないでいるのに、軍隊の指揮を取ろうとした愚か者と評している。マッケージーは、 戦場では有能な将軍と評した。アメリカ独立戦争の間にクリントンが出した手紙はその重慶帝入荷するのヘンリー・ペルハムイコール・クリントンの政治論文に見出すことができる。これはノッティンガム大学の原稿と特別収集品に収められている。ありがとうございます。